翔平が来てからグッズの完売や試合前の長蛇の列とか本当にありえないことが起きているんだと、ドジャースの球団社長のスタン・カステン氏は、2024年は間違いなく大谷効果を受けているとして赤裸々に語っておりました。昨年10年1500億円の超大型契約は世界的に注目されましたが、特に今年は大谷選手がもたらした大谷効果について各メディアや専門家からも注目の的とされました。ある一部の経済学者は、大谷選手が加入したことによるドジャースの経済効果は865億円と試算し、実際のドジャースの球団収益も昨年より数十倍に増えていると報道されています。大谷選手が加入したことにより、ドジャースの球場内には日本企業の広告も目立つようになっておりましたが、なんと今年だけで13社も増えたようで、この状況に球団社長も思わず本音を漏らしていました。大谷がチームに加入してからスタジアムの景色は一変した。数多くの広告に囲まれるのは全員にとっていいことだし、野球界にとってもいいこと。そして私たちが海外のファン層にこれまでよりもずっと大きな形で裾野を広げていることを、野球界全体は本当に誇りに思っているだろう。まさに時代を席巻している大谷選手を象徴するような出来事ですね。さらに2024年の大谷効果は止まることは知らないようで、カステン社長はメディアに対しその実情を語っておりました。ということで、今回はドジャースが受けた大谷効果についてご紹介し、その影響力は MLB 界にも波及したと言われたゆえんについても考えていきたいと思います。今回もこの動画が良かったと感じてくださいましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。広告急増で他球場へ設置交渉。大谷選手の加入により、ドジャースは日本企業の契約ラッシュで MLB 界を震撼させました。米全国紙 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は、ドジャースが東洋タイヤが日系企業との契約が続いたことについて、日本のスポンサーと広告マネーがドジャースにどんどん押し寄せてくる、ファンもチームと日本企業も続々とつながっていきますねと綴りました。ドジャースのロン・ローゼン副社長兼最高マーケティング責任者は、2024年シーズン以降も日本企業をパートナーとしてお迎えできることに興奮していますと、来シーズン以降も契約が続くことを言及し、今後もドジャーススタジアムの看板には多くの広告が並ぶことが予想されます。9月21日には翔平大谷シャツの無料配布を行うと、大谷イベントでさらなる観客増を見込んでいるようです。ドジャースは昨シーズンホームであるドジャーススタジアムで81試合を開催し、386万人以上もの観客を集めました。無観客開催だった2020年を除き、2013年から10年連続で観客動員数トップを維持、300億円近くを稼ぎ出したものの、すでに多くの固定客がついている人気球団であるため、今後は観客数の大幅な増加は見込めないのではと考えられていました。ところが大谷選手の加入により、ドジャースはファンの注目を一気に集める結果に。彼が今後も脚光を浴び続けることで、チケット販売の収益が増加していくのは明らかでしょう。中でも収入の柱となっている放映権料の増益は凄まじいようです。2013年には地元ケーブルテレビ局であるスポーツネット LA と25年総額83億5000万ドルの契約を結んでおり、潤沢な資金力を支えています。ドジャースはこのような様々なチャンネルを通じて、昨シーズンは5億6500万ドルを稼ぎましたが、首位のニューヨークヤンキースには及びませんでした。しかし今シーズンは大谷選手の獲得をきっかけに収益性を高めていくことが期待されており、経営面でドジャースがトップに立つのは時間の問題とも言われています。さらに今年は大谷選手個人は異例の広告契約で関係者らを驚かせました。エンゼルス時代から大谷選手は日本航空とサポート契約を結んでいる中で、なんと今年に入りドジャースが全日空のアナと広告契約を結び、日本の大手航空会社2社を股にかけるという格好を見せたのです。まさに圧倒的な人気と知名度を誇る大谷選手の価値はまさに青天井となっており、広告業界内のタブーをも超越する異端ぶりを発揮したのです。従来の広告業界では中継映像などに映し出される同一空間で
企業側の業種が被ると価値が半減するとされ、代理店側は細心の注意を払ってきました。しかし大谷選手が加入した効果もあり、そんな垣根も超えた感すらあります。海外の広告代理店関係者によると、大谷選手のスポンサーの場合はその流れとは逆行しているようで、ドジャースとしてもそういうニーズにきっちり応えようと動いています。個人とチームで契約先が分けられるのであれば、大谷のこれまでのスポンサー企業と職種がかぶっても積極的に受け入れる傾向です。今回のアナや JAL、 自動車業界では大谷はポルシェとスポンサー契約していますが、日本のレクサスが入ってきていますと語りました。きっと大谷選手自身のキャラクターを踏まえれば、そのようなしがらみにもとらわれる必要はないのでしょう。また大谷選手はこの契約が締結されて以降、個人で移動する際は JAL、チーム全体で移動する際はアナを利用するという二刀流を見せています。コカ・コーラやバンク・オブ・アメリカなど、すでに多くの有名企業をスポンサーに迎えているドジャースですが、大谷選手の加入後は同じく新たに加入した山本由伸選手の活躍も相まって、彼らの人気を活用したい日本企業との提携が次々に進んでおり、まさに買い手市場状態と言えるでしょう。今シーズンに入ってからはアナ、タイヤメーカーの東洋タイヤ、大手100円ショップのダイソー産業、医薬品の製造や資源素材などを手掛ける甲和、大手化粧品メーカーの厚生、ハウスメーカーの木下工務店などを傘下に持つ木下グループ、機械部品メーカーの THK、 乳酸菌飲料などを手掛けるヤクルト、たこ焼きチェーンの築地銀だこ、配管システム全般の販売を営む日本管財センター、ペットフードの製造販売を手掛ける稲葉食品など、相次いでスポンサーシップ契約を締結しました。これらの企業のほとんどがアメリカでの事業も展開しており、日米両国での認知拡大を狙っていることが分かります。すでに10社以上の日本企業と契約するドジャースは、6月25日に自動車メーカーのホンダと電機メーカーのソニーによる共同出資会社ソニー・ホンダモビリティが手掛ける自動車ブランドアフィーラと提携契約を結んだことも発表。この契約の一環として、今シーズン中のホームゲームでは同ブランドの2024年型電気自動車の試作車がスタジアムに設置されます。ちなみにスポーツイベントでの新車発表は世界初だそうです。大谷選手のホームゲームでは観客増が見込まれるため、ターゲティング戦略の環境には最適でしょう。7月20日に本拠地で開催されるレッドソックス戦前には、アフィーラプリゲームパフォーマンスと銘打ち、日本の人気ヒップホップユニットクリーピーナッツによる米国初のライブパフォーマンスも行われ、ここでしか見られないスペシャルステージをドジャースが公演しました。今後も日本企業とドジャースとの結びつきはますます強固になっていくでしょう。一連の流れを目撃した日本人ファンたちは、選手としての活躍も素晴らしいけど、10年で7億も余裕で回収できそう、大谷選手個人だけでなくチームにも影響力があるのがすごい、大谷効果に他の球団が後悔していそう、などと驚きと納得の声を上げています。この契約ラッシュともいえる状況に、地元紙ロサンゼルスタイムズのビル・シャイキン記者も驚きを見せ、シーズンがスタートしてからドジャースはおおよそ週に1回のペースで日本企業とのスポンサー契約を発表していると綴るほど、実際5社の契約した日付を見ると、最短で中2日、最長でも2週間後に次の契約が発表されており、 SNS 上のファンからは、同じニュースだと思ったけど違う会社だった、ドジャースタジアム内に日本語があふれる、もう大谷選手との契約金の元を取ったんじゃないか、など驚きの声が寄せられていました。ドジャースと契約した日本企業はこの他にも、木下グループ、厚生、さらには築地銀だこ、稲葉食品など海外進出を目的とする企業が多く、稲葉食品の商品はアメリカの SNS でも話題に。現地で取材を行っていた記者は、稲葉食品は3月からドジャースと契約を結んだので、オープン戦の中継で捕手やバッターの後ろにあるバックネット下に広告が掲示されました。特に猫用おやつチャオチュカラル、
の海外向け商品の看板が SNS でも話題になっていました。と語りました。ですが、アメリカで行われる MLB の試合に日本企業が広告を出して効果はあるのでしょうか。08年にエンゼルスとスポンサー契約を締結し、このほどドジャースとも契約を凍結したヤクルトはその効果を実感しています。広報担当は販売数の変化について、22年に全米で1日あたりに売れたヤクルトの本数は63万2000本で、この数字は前年比で 112.3% となっています。今年はエンゼルスタジアムにもドジャースタジアムにも広告出稿をしていく予定です、と語りました。前年比で1割以上も販売本数が増えることはこれまでになく、21年に大谷選手が二刀流で大きな注目を浴びてから数が大きく変化しています。同社は21年にも広告関連の話題で取材を受けており、当時の販売本数は1日46万3000本だと回答しており、広告による影響が全てとは言い難いですが、そこから約20万本近く増加している数字を見れば広告効果はあると言えるはずです。ドジャースは MLB でも屈指の人気球団ということもあり、5年ほどの複数年で広告の契約を締結するのであれば約12億から15億円の費用がかかると言われています。高額な広告料は名門チームドジャースだからこそだと、アメリカ球界に詳しい名城大学准教授の鈴村雄介氏は分析しました。ドジャースと同じカリフォルニア州にあるエンゼルスの拠点があるアナハイムは、例えるならば仙台や札幌のような地方都市。その一方、ドジャースが拠点を持つロサンゼルスは東京都のイメージです。州の中心地であるロサンゼルスは3000万人規模の巨大マーケットがあるため、宣伝効果も高く、強気の価格設定ができるのです。アメリカ国内での影響に加え、大谷選手がホームランを打てばそのシーンは1日で何百回とニュースで放映されます。その度に広告が映るので、関係者も大谷選手の応援に熱が入っているでしょうね。さらに鈴村氏は、今後もドジャースタジアムに広告を出したい企業は列になっているはずとしましたが、7月に驚くべきニュースが飛び込んできました。アメリカ大手メディアの CNN は、大谷選手がもたらす経済効果について詳しく報じており、ある日本の大手旅行代理店は、ドジャースのホームゲームごとに日本から約200人の予約があると明かすなど、ドジャースは大谷効果を最大限に活用していると断言。新しい日本のスポンサーは12社となり、スタジアムの広告ボードは日本企業の看板で埋め尽くされることになりました。 CNN から取材を受けたドジャースの球団社長兼 CEO のスタン・カステン氏は、同メディアのナタシャ・チェン記者がアップした広告枠が完売しているとのニュースの是非を、ホームゲームの広告スペースは売り切れたので、日本のスポンサーは現在遠征の試合を念頭に他球場のスペースを購入していると仰天のニュースを明かしたのです。もちろんドジャースタジアムで広告枠が売り切れたことはこれまで一度もなく、ドジャースへ入団後に野茂英雄氏がトルネード旋風を巻き起こした時も日本企業からの広告が掲示されましたが、大谷選手の日にならないと言われています。カステン氏はこの大谷現象と呼べる状況を素直に喜びたいとした上で、私たちは収益増を見込んでいたが、ここまでとは予想していなかった。野球全体にとっていいこと、球界全体が私たちが経験していることを誇りに思っています、と語り、効果は本拠地だけに限らないと付け加えました。そして来年以降はキャンプ地があるアリゾナ州グレンデールの球場内にも企業広告を入れる予定とのことも明かしているようです。この異例ともいえる事態に、広告代理店の関係者は、今回の契約はドジャースが今年結んだ新規スポンサー契約で最も大きな部類でしょう。複数年なので一概に言えない部分はありますが、おそらく10億円、3年以上なら100億円クラスの契約ではないかと、大谷効果による経済効果を予想しました。しかしこの総額100億契約はあながち大げさな数字ではないとも言われており、大谷選手がエンゼルスに所属した当時から米球団との広告事業に携わる同関係者は、ドジャース移籍を機に球場内の新規広告の単価が急激に上がっていると指摘し、広告の内容や掲示する場所や頻度、大きさにもよりますが、相場は単年で8から20億円まで高騰しました、と証言。この影響もあり、
ドジャースタジアムに出す広告は日本の大手企業にとっても簡単に手を出せる金額ではなくなっているそうですが、別の代理店関係者は、新たに企業広告を出したい企業はひっきりなしに増えていますとし、またカステン氏は大谷選手が加入したことでスタジアム内にはこれまで見なかった光景が広がっていると指摘。日本語のスタジアムツアーは連日大人気で、試合がない日でも日本からのグループが誰もいないドジャースタジアムに訪れ、ダグアウト、フィールド、プレスボックスなどを見学。日本語ツアーは週に4回も提供されており、この盛況ぶりにカステン氏は満足そうな笑顔を見せました。朝も夜もドジャースタジアムに日本からのファンを降ろすツアーバスが来る。そして皆が一様に笑顔を見せるんだ。彼たちは翔平がプレーしているフィールドに立ち、ダグアウトで過ごして記念撮影をする。本当に微笑ましい光景だ。彼が母国でどれほどの人気を誇っているのかがよくわかるし、スタジアムツアーに参加した人に感想を聞いたら、大谷選手と同じ目線でグラウンド見れて嬉しかったと返答されたんだ。こういった言葉こそが僕らが目指す球団経営のあり方だと思ったね。多くの日本人観光客が訪れることを見越して、球場内では飲食で日本のメニューを増やす等の動きを見せていますが、その影響による球団の経済効果は計り知れなかったようです。昨年と比べ650万ドル超えだ。米紙 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は、昨年50万ドルだったドジャースタジアムの外野部分の外壁広告費で、今シーズン650万ドルの利益を生み出していると紹介しました。実に10倍以上もの広告収益に、その要因は、それは翔平大谷のおかげだとナイチンゲール記者は指摘しました。若干大げさに見えるような表現も、大谷選手自身のスポンサー収入を見れば納得できそうです。昨オフからスポンサーを増やしている大谷選手は、ポルシェ、日本航空、三菱 UFJ 銀行、セイコー、厚生、伊藤園、西川、ラプソードなど18社とスポンサー契約を結び、その収入だけでもなんと100億円超とされているそうです。これだけスポンサーから大抜擢な彼なので、ドジャースのスポンサー収益が増大したのは大谷選手のおかげだという表現は何ら間違っていないでしょう。スポーツ専門誌など各種媒体で大谷選手の分析記事を執筆する千野宗春氏は、その広告的価値に注目し、日本における大谷のプレゼンスはもはやスポーツ選手の域をはるかに超えており、控えめに言って日本最高のセレブリティになっている。このことは大谷への破格のスポンサー料を見れば一目瞭然だと断言しました。2023年3月にアメリカの経済誌フォーブスが発表した世界で最も稼いでいるアスリートランキングによると、2023年の大谷選手の推定年収は約6500万ドルで堂々の MLB トップに君臨。この内訳は約3000万ドルが選手としての年俸で、残りの3500万ドルがスポンサー料などフィールド外での収入となっていました。しかもフィールド外の収入は今シーズンさらに膨らむとされており、ロサンゼルスタイムズのビル・シャイキン記者は、翔平大谷の副収入は6500万ドルになることが予想されている。しかもこれは分かっているだけの金額であり、これからさらに複数の企業と契約を結べば8000万ドルから9000万ドル近くになってもおかしくないと推測しています。この状況を内野氏は、 MLB の選手として大谷に次いでスポンサー収入が多かったニューヨークヤンキースの主砲アーロン・ジャッジのスポンサー収入が450万ドルだから、大谷のスポンサー収入は文字通り桁違いだ。この背景には大谷が日本市場での圧倒的なプレゼンスというアドバンテージを有していることがある。大谷への莫大なスポンサー料を支払っている企業の多くは日本企業であり、そして日本国内には大谷に匹敵するだけの人気や知名度を誇るアスリートはいないと分析しました。そんな大谷選手の所属するドジャースは、今シーズンも本拠地の観客動員数が300万人を突破し、人気はホームにとどまらず、今シーズンのロード平均観客動員数は過去最多の 35,415人を記録。ドジャース専門サイトドジャーブルーは、オフに翔平大谷と契約したことが寄与している可能性が高いと、観客数増加の要因も大谷選手が深く関係していることを言及しました。
ファンからもまさに真のスーパースター、歴史的な選手だから一目見たいのはあると思う、と観客像に納得の声が上がりました。ドジャースは8月21日に本拠地で行われたマリナーズ戦で、観客動員数300万人に30球団最速で到達。8月22日までの本拠地の観客動員数は303万9362人。平均観客動員数も 48,243 人で、2位はヤンキースの 41,970 人となっています。大リーグ情報サイトのベースボールレファレンスによれば、2022年シーズンからは1試合あたり300人減っていましたが、今シーズンの試合は大谷選手をはじめとする戦力強化の効果でチケット販売がすでに押し上げられており、昨年の観客減少を反転されられるかも注目点だと言えます。セカンダリーチケット市場も昨年のオフシーズンの契約ラッシュに反応しました。とりわけ史上最高額となった大谷選手の契約締結直後には、ドジャースのホーム開幕戦のチケット価格が約390ドルから984ドルへと 152% も跳ね上がりました。さらに大谷選手が加入直後に作成されたドジャースジャージは、スポーツライセンス商品を手掛けるファナティクスで発売開始から48時間の売上新記録を打ち立てました。ちなみにそれまで最高だったリオネル・メッシのジャージの2倍以上の売れ行きだったそうで、もはやスポーツ選手の中でも人気の1レベルだと言えそうです。また2023年シーズンの開幕前に発表されたフォーブスの球団価値ランキングで、ドジャースは48億ドルと評価されて2位、営業損益は1400万ドルの黒字となり、前2年の赤字を脱しました。5月16日の本拠地レッズ戦では、先着計4万人に大谷の首振り人形が配布された日には、ドジャースタジアムには当時 MLB 今シーズン最多の 53,527人の観客が詰めかけ、試合開始4時間以上前から長蛇の列ができていました。そんな大谷人気は敵地でも驚異的な影響を受けておりました。5月13日からジャイアンツ本拠地のオラクルパークで3連戦を行ったドジャースでしたが、14日の一戦では大谷選手が12号ソロを含む5打数3安打2打点の大暴れを見せました。大谷選手がホームランを打った瞬間には敵地にもかかわらず、ジャイアンツファンも大喜びする姿が目立ち、大谷マニアで知られるベン・バーランダー氏は、翔平のホームランを見てしまえば、かぶっている帽子がオレンジなのかブルーなのかは関係がない、みんなその打球を見つめて口を開けるだけさ、と表現しています。地元ラジオ局 KNBR は公式 X にドジャーブルーが今夜のオラクルパークですごく目立っていると投稿。サンフランシスコはロサンゼルスから気軽に行ける距離ではありませんが、一塁側の内野席は青のドジャースファンで埋め尽くされており、大谷選手がバッターボックスに立つとブーイングではなく歓声が注がれました。ドジャースとジャイアンツはライバル関係にありますが、ここ数年はドジャースの攻勢が目立っており、今シーズンもジャイアンツは19勝25敗の借金6で地区4位に沈み、すでにドジャースに10ゲーム差をつけられています。ライバルに差をつける勝利に加えて、スタジアムがブルーに染まっていたことにはドジャースのロバーツ監督もご満悦の表情を見せました。試合後の取材でロバーツ監督は、間違いなく大谷効果だね。私がもし地元の球場に彼がプレーをしに来ると聞けば、何をさておいてでも駆けつけたくなる。そんな気持ちはファンも私も同じなんだ。と表現し、観客席に起きた異変を敵軍地元紙も、青い波に無抵抗だと嘆きを交えて報じています。地元紙、サンフランシスコクロニクルは、ジャイアンツとドジャース間の巨大な隔たりは狭まる兆しが見えないと題する記事を掲載し、100年以上続く両球団のライバル関係に起きた異変を伝えました。著者のアン・キリオン記者は、連戦初日の月曜日、私は観客としてスタンドにいたが、3万5000人のファンの 60% ほどはドジャースを応援しているようだった、と印象を伝え、 FA で大谷選手を取り逃がした点について触れつつ、苦々しい、振られたジャイアンツファンからブーイングが聞こえたが、それよりもはるかに多くの人たちが真新しい大谷のユニフォームを着ていた、とジャイアンツファンも大谷選手びいきであったことを記しています。さらに記事では、
ドジャースが町にやってくるとき、青い波がマッコビー湾を一掃することに無抵抗だと宿敵による侵略活動がかつてないレベルに達していると嘆き節を披露し、 LA からベイエリアへの数多くの移住者、チケットの購入しやすさ、そして間違いなく見る価値があるドジャースというチームが組み合わさった当然の結果だと理由を分析しました。仮に自分が敵チームのファンだとしても、大谷選手の活躍を目の当たりにできるのなら背番号17のユニフォームを着用してスタジアムに駆けつけてしまいますよね。そんな大谷人気は MLB にまで波及しているようでした。 MLB 人気と大谷効果、ソウルでの盛り上がりは我々の予想をはるかに上回った。 MLB 国際戦略担当のジェルマヤ・ヨーカット氏が歓迎したように、3月に行われた開幕戦のソウルシリーズは多くのファンが熱狂しました。野球が盛んな韓国では、インターネット配信サービススポテレビナウが大リーグ中継の配信を始め、スマートフォンやタブレット端末などで大リーグを気軽に楽しめるようになりました。そんな環境が整う中、前例のない投打の二刀流で活躍する大谷選手の人気が爆発。折しもドジャースと対戦したパドレスでは韓国出身のキム・ハソン選手がプレーしており、ソウル開催は国民にとって絶好のタイミングとなったそうです。韓国メディアの毎日経済新聞は、チケット販売だけで約200億ウォン、観光名所の露出が増えるといった間接的なものも含めた経済効果は2000億ウォンと推定し、今回のソウルシリーズは驚異的な幕引きとなりました。MLB が北米以外の市場も重視し始めた背景には米国内のプロスポーツ事情があるようで、調査会社スタティスタの2021年9月の調査では、米国での好きなプロスポーツについて米ナショナルフットボールリーグが 52% でトップ、米プロバスケットボール協会が 42% で続き、3位の MLB は 31% で、米メジャーリーグサッカーが 13% で4位。MLS は26年のワールドカップ北中米大会を控え、今後の人気上昇が予想され、大リーグは追い上げられる立場にあります。しかしそんな中、ソウルシリーズを皮切りにメジャーリーグの人気に再脚光を浴びせる現象が続いていることに、スポーツ専門局 ESPN のアナリストティム・カークジャン氏は、こんな光景は見たことがない、驚くほどたくさんの人がいる、この大騒ぎはすべてあのショウヘイ・オオタニのせいだと、大谷選手が MLB の人気復活に貢献していると語りました。さらに若年層へのアピールも課題だとされていた MLB でしたが、なんと今年は20代の女性ファンも急増したようです。動画配信サービスアベマによれば、2024年シーズンは324試合の公式戦制中継を予定しており、3月20日に韓国で開催されたドジャース・パドレスの開幕戦など、ここまで250試合を生中継、同日の開幕戦制中継をリアルタイムで視聴した視聴者数が2023年シーズンの開幕戦と比べて 2.6 倍増加し、2021年から行ってきたアベマの MLB 中継史上最多を記録しました。また累計視聴者数は昨年と比べて 1.2 倍増加し、世代別で見ると特に20代の視聴者数の増加が著しく、昨年比で 3.4 倍、女性に至っては9倍に増加したという結果に。これも大谷選手を筆頭に日本選手の躍動が大きな反響を呼んでいると言えそうです。また7月に開催された MLB オールスターでは、その大谷人気が顕著に現れたシーンがありました。今回はウィル・スミス捕手、フレディ・フリーマン内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手ら、ドジャースの同僚らも参加しましたが、彼らと共に MLB ネットワークの番組出演へ向かった際、観客やメディアの注目は一斉に大谷選手へ向けられました。観客席にいるファンからは、大谷、ショウヘイの大歓声が飛び、フィールドレベルにいたメディアなどはスマートフォンを取り出す忙しさ。米放送局バリースポーツサウスウエストンの女性レポーター、アビー・ジョーンズさんは、ショウヘイ・オオタニ効果はまさに本物よとして映像を公開。じっとファンが大谷選手の方を追って撮影するなど、大谷選手の人気ぶりがうかがい知れる光景が広がりました。
スポーツ用品オンライン小売のファナティクスによれば、MLB にこれほど注目を集める選手が登場したのは久しぶりで、世界的な注目という点では前例がないほどだというのだそうです。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は大谷ファンをビートルズファンに例える一方、大谷選手を例えるスポーツ選手は思いつかないとし、強いて言えばゴルフのタイガー・ウッズやバスケットボールのマイケル・ジョーダンだろうと話しました。翔平は物語の本のようだ。マイケル・ジョーダンやタイガー・ウッズとか、何かが起きそうな期待感があるときは実際に起きているように思える。 WBC まで時間を戻すと、投手としてトラウトと対戦したときのようにね。そしてジャパニーズヘリテージナイトでたくさんの日本人の方たちがいる中で、彼は大活躍だったと、その人気ぶりを振り返りました。ここぞの場面でドラマティックな場面が用意され、結果を残し続けてきた大谷選手、指揮官はバスケットボール界で神様と称されたジョーダン氏やゴルフ界のレジェンドウッズの名前を挙げ、大谷選手の崇高な存在を例えていました。まさに現代の MLB の成長計画の中心にいるのが大谷選手ですが、MLB の公式動画配信サービスの有料視聴者数も大谷選手が MLB に移ってから倍増しました。特に日本が優勝して大谷選手が MVP を獲得した昨年のワールドベースボールクラシックは、日本では記録的な視聴者数となりました。オークランドアスレチックスのデーブ・カバル球団社長はこのことについて、大谷人気は野球にとって変曲点だと指摘し、野球はこれまでずっと主に国内のスポーツだった。それを超えて成長する機会を大谷人気は与えてくれると、球団経営者の目線からもその影響力には大絶賛している様子でした。大谷選手が所属するドジャースはチケットの爆売れと、大谷関連グッズの記録的な売れ行きでこれまでにない経済効果を生んでいますが、このことについてドジャースのスタン・カステン球団社長は、選手一人がチケット販売やスポンサーの面で大きな変化をもたらせるというのは稀だとし、翔平は極めて稀有な選手の一人だと述べました。特に今年は MLB の名門に移籍したこともあり、大谷選手の認知度はさらに拡大していますが、日本人観光客も大谷選手目当てにロサンゼルスに足を運ぶようになっているといいます。 CNN はこうした球場内に広がる光景を、翔平大谷が結んだ歴史的な契約により、移籍1年目のロサンゼルスでは日本人観光客の数が急増したと総括しました。もし自分がアメリカへの旅行を計画するのであれば、大谷選手がプレーするところを一目見たいという気持ちは痛いほど理解できますよね。大谷選手の経済効果に期待しているのは球団だけではありません。観光局 CEO のアダム・バーク氏は、2023年、ロサンゼルスは日本から23万人の訪問者を迎え、これは前年から 91.7% の増加でした。目標はより多くの日本人に来てもらい、スポーツチームを見てもらうだけでなく、他のいろんなスポットを訪れ滞在期間を伸ばしてもらうことですと明かしており、観光局は日本からの訪問者の 80-90% がロサンゼルス滞在中に少なくとも一度はドジャースタジアムに行くと試算しています。同局の調査では近隣のホテルの値段も上昇しているようで、ホームゲーム期間中のホテル料金が高くなり、1泊あたりの差が100ドル以上になることも少なくないと報じました。ロサンゼルスに日本人が押し寄せたことで、一時は存続の危機もささやかれていた日本人街リトル東京も活気を取り戻しています。大谷選手の壁画が描かれたことでも有名になった都ホテルでは、ホームゲームの日の午後3時頃になると、ドジャースのギアを着た日本からのお客で、ロビーは大混雑の様子を見せ、ホームシリーズ中はいつも満室です。都ホテルに限らず、ロサンゼルスのダウンタウンのホテルの宿泊費は、ドジャースのホームゲームの日は満室状態が続いており、この現象はシーズン終了まで続くと言われています。中にはドジャースがワールドシリーズへ進出することを狙って10月後半の部屋を抑える人もいるほど。バーク氏はこういった活況について、街全体が盛り上がりを見せるのは本当に嬉しいこと、大谷をきっかけにロスの街に興味を持つ人が増え、年に一度の恒例行事のようになってくれることを期待していますと語りました。大谷選手はすでにスタジアムの中だけでなく、
ロス全体に影響を及ぼしていることがよくわかりますよね。 CNN は関係者への取材を総括して、熱狂はまだまだ続くと結論付けましたが、実際にロサンゼルスへ観光に訪れた人たちの生の声を聞くと、この言葉に誤りがないことがよくわかります。球団関係者に対して取材を終えた CNN はスタジアム周辺にも取材範囲を拡大させ、様々な人たちにインタビューを行っています。ドジャースタジアムに観戦に訪れた日本人観光客の筆目高子さんの爪には、ドジャースのロゴと大谷選手の背番号の17という数字が刻まれていました。高子さんは約10時間かけて日本からロサンゼルスへ飛び、カリフォルニア州に数日間滞在しています。今は円安なんでかなりの出費になりそうですと苦笑いを見せる高子さんですが、地球を半周してまで試合を見に来る理由を現地の記者に尋ねられると、大谷選手が自分の息子のように感じるからですかね、打席に入れば本当に祈るようにして見守っていますと答えました。高子さんと一緒にスタジアムを訪れた湯原明さんは、日本人のほとんど人が高子さんと似たような心情を持っているはず、大谷選手を日本の若い男性の鏡だと感じている、特に人柄の良さだったり、試合中にゴミを拾ったりする姿が日本の美徳を象徴しているように感じます。これまでのスポーツ選手とは少し違った非常に誠実な部分が人気の理由ではないでしょうかと笑顔を見せながら、大谷選手の人気の秘訣について証言しています。ロサンゼルスに住むジュディ・クローさんは大谷選手をとにかく桁外れな人だと表現し、日本から来た兄弟をドジャースタジアムの日本語ツアーに連れて行きました。兄弟が大喜びする姿を見たクローさんは、こっちまで幸せな気分になる、翔平、大谷が導いてくれた最高の日になったよと感想を述べ、取材をしていた CNN のクルーに、そんな真面目に仕事をしてるよりも大谷の打席を見た方がいいとジョークを飛ばしています。大谷選手のプレーが見たくて海外に行ったことがあるという日本人ファンは少なくありません。韓国まで行ったことがある人もいれば、ロサンゼルス南東のアナハイムに拠点を置く、エンゼルス時代の数年間に南カリフォルニアまで足を運んだファンもいました。ドジャースタジアムでは日本語のツアーが組まれていることは先に紹介しましたが、新たに採用した6人の日本語ツアーガイドの中には、エンゼルスの球場で同じようにファンを迎えていた者もおり、こちらの大谷選手と一緒に移籍をしてきた格好になります。名古屋からやってきた大谷選手ファンの林美花さんは、ツアーに参加し球場内のグルメを堪能しました。満足そうな表情で一日を振り返った美花さんは、ドジャードッグの噂は聞いていたんですが、実物はとても大きくてびっくりしました。味もすごく美味しくて、いろいろなトッピングを乗せられるところが気に入りました。その他にもチキンカツサンドやお寿司、たこ焼きまであって驚きましたね。チーズ味のたこ焼きを食べてみたんですが、アメリカンテイストで美味しくて、日本にはない味で新鮮でしたね。何度でも来たいと今後もロサンゼルスへの旅行を計画すると明かしています。美花さんは前にも姉妹と大谷選手の試合を見に訪米したことがあり、なぜそこまで熱心なのかと聞かれると、妹の菜の葉さんは姉の気持ちを代弁するように、野球がめちゃくちゃすごいのそうなんですが、やっぱりふとした仕草とか笑顔とか、そういったところが大好きですね。変に気取っていないし、ベンチで選手とじゃれ合っている姿なんかを見ると、こっちまで幸せな気持ちになりますと語りました。姉妹はリトル東京の名物になりつつある大谷選手の壁画の前でも記念撮影を行う予定だといい、ファンの間では壁画の前が聖地になりつつあるようです。しかもこの壁画には粋な仕掛けが施されています。歩道の QR コードにスマートフォンを向けてから壁画にカメラを向けると、大谷選手がバットを振って投球する拡張現実の映像が現れ、ドジャースの試合が始まるぞとアナウンサーのビン・スカリー氏の声が鳴り響くのです。この壁画を描いたアーティストのロバート・バルガス氏は、開幕に合わせるために徹夜作業を含む9日間で高さ150フィートの作品を完成させました。壁画を作成した意図についてバルガス氏は、ロサンゼルスで暮らすアジア系ラテン系コミュニティが交わる交差点を集いの場所にしたかったといい、新型コロナ流行の際、
この地域はかなり被害を受けた。長年ロサンゼルスのダウンタウンに住む一人として、コミュニティのために何か応援できればと感じたとコメント。大谷選手を描くことはすぐに決まったようで、その理由をバルガス氏は、球場の内外を問わず人としての正しい道を象徴していると説明し、自分は壁画にすることでそれを称えたかっただけなんだと語りました。壁画が描かれている建物から道を一つ挟んだ場所に位置するミスターラーメンでは、大谷選手がホームランを打った翌日に限定17食でラーメン半額サービスを行っています。このお店は30年以上同じ場所で商売を続けていますが、店主は日本人観光客をはじめとした集客数は今年が一番になりそうだと笑顔を見せました。また同じ並びに位置するファーバーでは、大谷選手がホームランを打つたびに一杯無料でドリンクを提供しており、オーナーのドン・タハラ氏は、大谷選手が打席に立つと瞬時に心が一つになる。テレビから翔平大谷とコールが聞こえれば、お酒を飲んでいた人もトランプをしていた人もみんな一斉に手が止まるんだ。さっきまでセレブのゴシップで盛り上がっていた人たちも話をやめて彼の打席に集中するんだよとお店での様子を明かしています。 CNN はロサンゼルスに住む人たちや観光客に取材を行い、最後に、日本人であれ田原氏のような日系米国人であれ、日本とは縁もゆかりもない人々であれ、大谷ファンの熱狂はとどまることを知らない。そして今後も拡大し続けていくだろうと締めました。取材をまとめた記事はアメリカ国内でも大きな反響を呼び、 SNS 上には、ロサンゼルスでの盛り上がりがよくわかった、母国のスターを応援し行く気分は最高のはず、翔平がリトル東京をよみがえらせたと様々な意見が寄せられています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。世界が大注目する大谷選手の 50-50 へ日に日に期待は高まり、 MLB ファンの熱気も最高潮に達しているでしょう。ポストシーズンへも進出は濃厚なドジャース、さらには大谷選手の存在もあって、シーズン終盤はさらなる大谷効果が見込めそうですね。動画をご覧の皆さんも大谷選手の活躍について思うことがあれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。